浦和レッズについて徹底的に議論する裏切りチャンネル、たまに質問箱ということで、事前にあの裏切り募集した質問を高根に答えていただくということで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、本当は来てないんだけど今回ちょっと荻原について聞きたいなということで、友人さんが聞きたいんでしょ。まあそうだけどまあこの度ちょっと荻原選手がまあ新潟に移籍、しかもシーズン途中割と突然移籍ということで、一体何があったのか、どういう経緯だったのかっていうのをちょっと知りたいなっていうのがありまして、いや本当に突然だったのよね。でまあ向こうからオファーが来て、荻原選手もすっごい悩んで、で牧野選手に相談したらしいんですよ。それで牧野選手はこうすっごい荻原選手のことを可愛がってますから、普段からすっごい可愛がってるから、こうね、僕も J2 でプレーをした経験があるっていう話をして、荻に決してマイナスではないっていう、もう背中を押したんですよ実は。そうなんです。でね、レッツでね、本当はスタメンを取るっていう風に、もう沖縄キャンプから髪の毛ね真っ黒にして、もう俺はもう違うんだっていうようなことをアピールして頑張ってたんですけれども、ちょっと荻原選手空回りしてしまうところもあったりとか、非常にこうまだまだこう難しさっていうのが残ったと思うんですよ。ただこのスピード力と展開のクロスとかっていう部分が非常にいいものを持ってます。本当だったらサイドハーフで使ってっていうような計算はしてたと思うんですよ。ベストポジションがどこかもよく分かんないですよね、また俺たち結構いろんなとこやってますよね。右サイドハーフ、左サイドハーフ、左サイドバック。ユージーさん消えちゃった。フォワードもやってたんでしょ。あの前メインでサイドハーフ、もしくはあのフォーバックになってからはサイドバック両方起用されてましたね、練習では。ただあの左利きなんで、右のサイドハーフやったらカットインからものすっごい強烈なシュートを決めますからね彼は。でスピードもあるし、もうあのスピードに乗ったら、牧野選手も言ってましたけど、 J2 では十分武器になると思いますよ。 J2 じゃなくて浦和で活躍してほしかったんだけどなまあでも荻原選手のことを思ったら、まず J2 で結果を残して、で浦和に戻ってくる。そう、ただあの時のなんか U20 のほとんどもう今海外なんですよね、恐ろしいことに。そうなんですよね。で荻原もう21じゃないですか。はい、そうです。本当だったらもうだって半分ぐらい海外行ってるんでしたっけ。橋岡選手だってそうだよね。だって阿部なんてバルサでしょであれライバル争いしたのが菅原だったんでしたっけ。だったかな。もう AZ に完全移籍で、もう2つぐらい先行ってますよね。多分次もうちょいでかいクラブ移籍でしょ。いやでも分からないですよ。日本に残って結果を出して A 代表入って、そこから羽ばたいていく選手もいるわけですし。いるけどもう今そのでも荻原選手、橋岡選手、あの伸びしろありますから。でもね、中途半端な状況で海外行ってダメになった選手もいるわけですよ。いやでも自動が変わっちゃって、今もう23で商品価値がなくなるっていう恐ろしい世界じゃないですかこれはもっと本当に気合い入れて頑張ってもらえないと困っちゃうんだよな。困っちゃうっていうか相当厳しいですからね。でもそれは本人たちもよく分かってると思いますよ。だから俺はもう新潟から帰ってくるぐらいとかじゃなくて、もうそのまま海外行って大物になって帰ってこいと俺は思いますね。新潟から海外行かすんですか。そうです間に合わないですよ本当に。急がば回れ、そういう言葉もございます。私は荻原選手に確実に伸びてってほしいと思いますし、あの新潟で活躍して、であとね、レッツに帰ってくる、来られるっていう甘さも決して、完全移籍するようなつもりで結果を残してほしいと思います。こう帰ってくる場所があると思ったら、どうしてもこうなんか、あ俺は違うんだよっていう風なメンタル的な部分が出ると、それが甘さにつながるんで、もう崖っぷちに追い込まれた状況で新潟にっていう風に思って活躍してほしいですね。じゃあ最後はじゃあどうしよう。答えとしては
新潟からオファーがあったから牧野が後押ししたからってことでよろしいですか。まあ、本人が一番試合に出たかった、それが一番大きかったと思います。はい、ありがとうございました。